人が怒りの大改革であるバルサから乱獲。マンチェスター U は今夏補強へ積極的に動きそうになっている中、バルセロナ、レアルの主力5選手をターゲットにしているという。まずはバルセロナからオランダ代表フレンキー・デ・ヨング、スペイン代表 DF アレハンドロ・バルデに加え、現在はブライトンにレンタル移籍している FW アンス・ファケの名前が挙がった。レアルではフランス代表 MF カマビンカ、ブラジル代表 FW ビニシウスの2人だ。ゲームじゃねえんだぞ。デ・ヨングは良いが、バルデとファケは補強にならない。あとおそらくカマビンガとビニシウスは1億ユーロ超えても放出してくれない。有名な戸様をかき集めても、パリが関の山だろう。まとまりはしないし、そんなチームは勝ち上がれない。大博打を打ってきたなう。ユナイテッドファンでも夢でも見てんのかと思う。ベテランならともかく、若手主体のレアル組は万有遺跡を新しいチャレンジとは思わないでしょう。ラシフォード、グリーンウッド、アントニー、マクトミネー全員が希望する金額で売却できたのなら可能かもしれませんね。こんだけ取っても CL 出れなそう。ユナイテッドっていつからお笑いクラブになったの？